とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はこの装備を使います。ネバネバの弓、バブルバースターですね。これにリフレッシュがついてます。リフレッシュはね、通常で発動するんだけども、森の矢筒でも発動しますので、森の矢筒と火力の稲妻の矢筒をつけてます。で、防具は輝くローブの稲妻フォーカスと帯電、タンブルビー、ポーションバリアが入ってるやつですね。火力ゴリゴリでいってみましょう。それでは、いきます。矢が足りなく、いや、大丈夫か。矢筒二つつけてれば、足りなくなることは、ないと思うけども、いや、どうだろうか。多分、大丈夫だと思います。旗取るか。いや、別に、クリアが目的なので、取っていってもいいでしょう。アーティファクトのね、報酬とかだったら別に旗取らなくていいと思うんですけど、普通にクリアしたいだけなので、いいかな。こっちはいません。じゃあ別の道か。で、矢が116。やっぱ矢筒を2つ装備してると、枯渇することはなさそうね。上か。おお、いいね。これは別にソウルを貯めてしなくても大丈夫。ちょっと待て。何？なんかチク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 するから。はい。いや、別にあれだったのね。変更がいるわけじゃなくて、ヴァンガードがチクチクしてただけか。オッケー。いる！オッケー。やっぱりね、この、無知は強い。おー、いいんじゃない？で、何がついた？モブ50体が、50% が、ヴァンガードに置き換わるか。嫌なやつだけども、この装備なら問題ないかな？ヴァンガードでも。いや、ちょっと待て、変更。ちょっと待て。もうこいつら本当に、うわっ帯電と変更、いや本当に嫌なやつら。なんなんこれ、帯電変更やめて。待て、帯電と変更ちょっときついって。オッケーオッケー。別にいないね、こっちは。いや、変更きついぞ。変更はきついって。特にキャプテンもいないか。でもまあ、すでに、序盤に2体いたので、待て、お前。あとは、洞窟だね。洞窟に、まあ、4体いてくれれば、いいかな。ちょっとナイトモードがほんとね、出がちなので、ナイトモード以外でお願いしますよ。洞窟到着。矢は結構あるので、宝箱は取らずに行けるか。いないわ。でも他にいるでしょ。こっちいるしょ。いないか。いない。はあと残り2体いるかどうか。いや、結構いてくれてもよかったんだけどな。 OK。 じゃあ上にもいるね。 OK。 何、プレイヤー HP 40% 減少。大丈夫かな。結構脆いんだけどね、この防具は。脆いけども、いけるでしょう。で、脅威が2。はい。じゃあ、あとは、後半かな？いないかもね、もしかしたら。キャプテンは4体だけかもしれません。いた、キャプテンいた。途中にキャプテンがいましたね。しゃ、オッケー。
神秘なんだ。あ、モブ速度、モブ速度、あ、問題ないね。モブ速度は問題ありません。で、あとは、脅威が残り1か。まあまあ、あと1体は多分いないかもしれないですけども、まあ行きましょう。いや、いたわ。いました。おう、キャプテン全部いた。脅威も3ですね。で、ちょっと待って、矢を取ってから行きましょう。多分中間地点がもうすぐそこにあると思うので。よし、頑張りましょう。中間地点突破楽勝だね。で、あとは、ボスに行くだけ。まあ、とにかく急いで行こうか。ああ、もうキャプテンも全部取ってるし、問題ないでしょう。まあまあまあ、一応ね、罠には注意して。で、あと、変更とトゲね。お、危ねえぞ。一応森の矢筒でリフレッシュ効くんで、ある程度ポーションバリアをしながらいける。あ、いや、結構いけるな。うん、結構、いける。いいじゃん。もう一気にいけた。やっぱパワーポーション取って森の矢筒って強いね。むちゃくちゃ強い。 OK、 いっちゃいましょう。いやいや、フル変更点がついても全然余裕。うん、あ、やっぱね、この装備強いんだわ。この装備強いわ。はいはい、余裕。やっぱね、雷系がね、超強化されて、回転もね、ついてるんで、抜かりないんだよね、ダメージを与えるのが。OK。はいはいはい。で、最後多分いっぱいいるよ。いっぱいいるけども問題なし。強っ、さすがです。はい、ということで今日はですね、ネバネバの弓に森の矢筒と稲妻の矢筒で行きました。いつもは冬の指先で行くんですけども、ネバネバでもね強い。いや、こっち結構いいよね。やっぱり、長弾するので、それでヒット数稼げて、かなりいい感じです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。